はい、こんばんは。山城と申します。ちょっとね、緊急で動画を夜撮ってるんで、ボソボソ声なんで、もしかしたらテロップでやってるかもしれませんけどね。今日はね、ニコニコ系の方なんですけど、まあ、収益ってね、クリエイターへの支援プログラムに入ってきたやつ、あれを前にポイントに変えるってのやったと思うんですけど、ちょっとね、アマゾンのね、ポイントに変えてみるっていうのはね、実際にやってみたいと思います。っていうのは、ちょっとね、年末に向けてで、ちょっとね、機材をね、ちょっとね、入れ替えたいなっていうのがあって、それもあってですね、どうしようかなと思ってたんですけど、ちょうどね、いい感じのやつが見つかったんで、それを買っていくのにですね、じゃあせっかくなら、支援プログラムのね、やつでね、それを使ってね、元手にしてね、さらにいい動画を作れるようにね、やっていこうじゃないかというわけでございます。よろしくお願いいたします。まあ多分、サブちゃんぐらいの感じでやってると思うんで、手の何も入ってないと思いますけど、あ、でも、あまりにボソボソすぎて聞こえてなかったら、文字テロップは入れときます。さすがに。本当にボソボソ声で、しかも入れ歯外してるんで、夜なんでね、もう寝る前に、入れ歯外した後にね、今もう洗浄されて、今、流行っとるところなもんで、付け直すわけにもいかんかったもんで、マスクまでしてるんでね、さらに音質悪くなってるんですけど、大丈夫かな。さあ、じゃあね、早速ね、ニコニコの方ね、行ってみたいと思うんですけど、よいしょ。よいしょ。じゃあね、ニコニコでね、早速変えていきましょう。ちょっとね、場所が変わりましたもんね、前に説明した時から。このクリエイター収入元口っていうところができるようになりましたと。でね、ありがたいことに、もう今残高で6600円あるってことなんで、これをね、ちょっとフルでね、ちょっと使わせてもらおうじゃないかというわけでございます。ではね、ニコニコポイントとね、Amazon はね、なんと手数料なしなんですよ。現金に換えるときには手数料220円、かかりますよってことで、まあ1000円から受け取り可能なんで、できることもないんですけど、ちょうどね、Amazon で、機材買うならね、もう、それならね、Amazon で買ってもらった方のがね、安く済むということなんでね、それありがたいってことでね、Amazon のギフトカードに変えていきたいと思います。押したらこうやってできます。で、1円単位でできるんでね、もう一緒のことを全部変えておきましょう。6604円と。そうすると、びっくりなんですけど、受け取るアマゾンギフトカードは、ね、手数料が引かれるどころかね、2%かな、マシということでね、6739円も手取れるってことで、めちゃくちゃありがたいですよね。ということでね、今回ね、まあ、ものによってはね、アマゾンで買うとね、割高になるやないかっていうものもあると思うんですけど、今回はね、家電系、いわゆる、こういったね、設備機材系なんで、まあ、ぶっちゃけアマゾンで買った方が、実店舗を見てきたんですけど、全然ね、アマゾンの方が正直安かったんで、じゃあもうこっちの方がいいやというわけでございます。で、6600円を確認画面で変えていきます。で、あとは、あ、そうか、ログインがね、最初なんでしたことないんで、アマゾンのアカウントでログインをしていきましょう。ここはちょっとモザイクが多いと思いますけどね。自分の E メールとパスワードもね、自動で出てきますからね、今便利ですよね。これを使ってログインしてありますと、ちょっとログインのとこだけ見えてるかな。で、ワンタイムパスワードが送られてくるんだ。送られてきますから。実はね、セキュリティ対策も兼ねてね、こっちのね、ガラケーの方に届くようにしてあるんですよね。一応で打ち込まないといけない。それは大変ですよ。まあ、ガラケーにね、送るだけでね、セキュリティ全然スマホに送るのよりもね、誰かここにね、情報を発信に来るんやってこと。まあ、実質的にできることではないんですけど、OS のシステムが違うんで、わざわざほとんど誰も使ってない、こっちの方にね、労力かけるくらいだったらね、スマホの方になった方がいいですからね、っていうことでございます。サイン。反対パスワードなんで別に出しても大丈夫ですからね。よいしょ。こんな感じで、あ、受け取り申請完了しましたってことで、これでもう、受け取り申請をして、どれくらいで入ってくるのかな。受付済み、1月1日30分に受付しましたけど、これでどうなのかな。
入ってるのかな。あ、しまった、ここは。で、Amazon のポイントがまだ入ってきてないですね。まあさすがに今夜中なんですぐには入ってこないみたいですね。やばいな、電が買ったなんかバレバレじゃん。まああとはじゃあ、実際に振り込まれる、どれくらいに振り込まれるかはね、後半のところでやっておきましょう。はい、続きになってると思いますけどね、すみません、あのね、大きな感じがしましたね。あれからね、一晩経って、さあ、振り込まれてるかなと思って見てたんですけど、なんかね、あれはまだ反映されてないな、70ポイントのまんまやなと、いうことでね、あれれれと思ってたんですけどね、これ、あの、大きな勘違いしてました。あの、ここじゃないらしい。これ、あの、アマゾンポイントなんで、あそこでもらえるの、アマゾンギフトなんですね。あの、同じようで似て非なるものなので、普通にアカウントのところから行くと、ここね、Amazon ギフトカードってのがありまして、こっちに来たら、それが、もらえるみたいです。で、実際も、とっくに入ってました。多分、リアルタイムで入ってたんで、昨日の段階でもうね、入ってたのかな。11月29日、そうですね、もう、あの、振り込まれたやつがありますよ、ということなんで、これで問題なく、使えるということです。なんでね、これを使ってね、早速、お目当てのものね、買っていきたいと思います。あとは、到着したやつは到着したやつでやるのかな。まあ、あの、使い方はね、もう、あとは Amazon の方のね、一般的な使い方と一緒なんで、同じように使えると思うんでね、いいと思います。ということですね。これで終わる、しっかり締めるのかな。で、商品説明行くのかな、どうするかな。まあ、わからないですけど、もしかしたら続きになってるかな。まあ、いちいちもこれで分けることはないかな。よし、それで行きましょう。いいや、いや、締めるか。締めとこうか。やっぱ締めとこう。じゃあ、あとはね、商品届いたらまた別にその回でね、商品紹介の回でね、お会いしましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。なんだこれ、いいのかな、こんなんで。